スモーキングジャケットを着た男性スモーキングジャケットとは、タバコを吸う時のためにデザインされた服装である。19世紀中頃に流行し、後のタキシードの原型となった。現在はタキシードの一種とみなされている。英語を除く多くのヨーロッパ言語では、タキシードと区別されず、スモーキングという言葉はタキシードと同じ意味である。映画、ガストで、 シャルル・ボワイエが着用していたスモーキングジャケット典型的なスモーキングジャケットはももの中ほどまでの長さでベルベットや絹で作られている。襟はショールカラー、袖はターンアップかフス、ボタンはトグルボタンか普通のボタン、または単にベルトで止められる。1850年代のジェントルマンズ・マガジン・オブ・ロンドンの定義によるとスモーキングジャケットは室内着の一種で ベルベットカシミヤプラッシュメリのフランネルなどで作られ、明るい色で裏打ちされており、ブランドンバーグズ、オリーブ、または大きなボタンで装飾されている。17世紀、アメリカからヨーロッパに香料、タバココーヒーと共にシルクがもたらされ、シルクでできた室内着を着た姿で肖像画を描くのが流行した。シルクガウンが文献に登場する最初期の例としては、 1666年のサミュエル・ピープスの日記で言及されている。スモーキングジャケットはこのシルクガウンを原型としている。クリミア戦争の起こった1850年代、イギリスでトルコ産のタバコが流通するとともに喫煙の習慣が一般化した。当時の紳士たちはディナーの後に書斎や喫煙室にてスモーキングジャケットを羽織ってタバコを吸った。 スモーキングジャケットは、紙巻きタバコやパイプの煙を吸収し、肺の落下から衣服を守った。スモーキングジャケットは20世紀に入っても、人気を保った。ワシントンポストは1902年の社説で、スモーキングジャケットは、快適と同じ意味であったという意見を述べた。ペンシルベニア州の新聞は1908年に、新しいハウスコートや、スモーキングジャケットは、 すべての男を興奮させずにはいられないと記した。有名な着用者には、ケイリー・グラント、フレッド・アステア、フランク・シナトラ、ナードワー、ディーン・マーティンなどがいる。スモーキング・ジャケットは1950年代より人気を失ったが、雑誌、プレイ・ボーイの発行人、ヒュー・ヘフナーなど今でも愛用者は存在する。アメリカの愛煙家向けの雑誌、シガー・アフィスキャなどは、 1999年ジャニワリー、フェブラリー号で、スモーキングジャケットはもう一つのフォーマルウェアだと宣言した。ありがとうございます。